夏、油高原スキー場は岩手県北上市にあるスキー場である。運営主体である夏、油高原開発は1990年に岩手県交通を経営する国際工業と旧和賀町が7、3の出資比率で設立した第3セクターであったが、経営難から2002年12月にカモり観光に経営権が譲渡され、 後にクロスプロジェクトグループに経営権を譲渡された。積雪量は日本でもトップクラスで年によっては5メートルを超えることもある。このため利用客が直接吹雪にさらされないゴンドラが導入されている。1993年12月16日に開業するも1999年以降経営状態が悪化し国際工業は2002年7月に 北上市に対して正式に撤退の申し入れをした。キャッシュアウトうち大きな割合に借入金の管理支払いのほか固定資産税があったため国際工業は北上市にスキー場設備建物を寄付した。これにより市が固定資産税分を補助したのと同じ効果が発生する。また国有林の現状回復義務も夏油高原開発株式会社から 北上市に移転した。カモリ観光は、スキー場設備を北上市から無償で借り受けることにより運営を継続している。カモリ観光が運営を続けたものの、1995年に26万人いた。入場者数は2009年には8万人に減少。2007年から3年連続で赤字を出す状況となった。北上市は、スキー場の支援のため、 土地の借地料、約2000万円の支援を2010年の9月2回に、補正予算として提出したが、9月24日に、否決された。カモリ観光は、東日本大震災以降の経営不振を理由に2013年5月末を、もって、同スキー場の経営から、撤退、同年6月17日に、後継の経営権を、クロスプロジェクトグループへ譲渡することになった。ゴンドラ日本。 クワットリフト1本、ペアリフト2本、ナイター設備あり宿泊施設として2段ベッドを並べたスキーヤーズベッドがある。2005年には1700メートルボーリングを実施して温泉の開発が行われ、スキー場に付属の日帰り入浴施設が10月1日に開業。コースレイアウト標高640メートルから1070メートルコース14コース。 最長滑走距離、2980メートル、最大車度36度、平均車度13度、夏、油高原スキー場運営支援、補助金削除案を可決。河北新報ニュース。 http://www.kahoku.co.jp スラッシュニューススラッシュ2010スラッシュ09スラッシュ20100925231032と htm8 岩手都市松アプラ高原スキー場長野の会社が運営 m s n 3 k ニュース h t t p コロンススララッッシシュュ s a n k i j p msn.com affairs news 13617dst 13兆617億2054万 5n1htm ありがとうございます。